お久しぶりです。YSK Studios です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私がしばらく動画投稿しないんで寂しい思いされていませんでしたか。私はというと、この昨今の新型コロナウイルス感染症によって全く海外旅行に行けなくなって、日々の楽しみどこに置けばいいのかな、これを毎日考えて過ごしていました。旅行以外の楽しみっていうのを見つけようと思って、まあお家のスマートホーム化だったり、こう照明をカラフルにしてみたりだとか、あとはテレビを新調して、さらに今入手困難なプレイステーション5、これを手に入れてゲームをやって、自らの求める異世界体験、これをバーチャルなところに求めようとしたり、まあいろんな試行錯誤の中で楽しく過ごしております。ただやっぱり心のどこかでこうふつふつと抱える、あ、俺動画投稿してないな、まあそういう後ろめたさが、まあ、常にある、まあ、そういった毎日を過ごしておりました。で、考えたんですね。俺今後動画どうすればいいんだろうって思って、で、まあ、こういう動画を上げて、俺今瞑想中なんだっていうことを、まあ、皆さんにアピールしたりもしました。でも自分の中でやっぱりこの動画投稿っていうのを始めたきっかけ、まあ、皆さんにお伝えしたいっていうのは大きく2つありまして、1つは、まあ、自らが体験してきたこの異世界の体験、異世界の経験ですね。この外国で何があったかだとか、まあ、自分がこう体験した内容をみんなに伝えたい、まあ、これが1つ大きなところでした。で、今一つは、まあ、自分の毎日の生活を記録したい、まあ、それもあったんですね。こうなんとなく過ぎていく毎日があって、まあ、その中で自分が何を考えていて、どういうところに悩んでて何が楽しかったり、それをこう記録に収める、それも写真、まあ、今 iPhone で手軽に撮れますよね。写真じゃなくて動画っていうもっと情報量の多いところに収めて、自分ってこういう経過をたどってきたんだっていうのを、まあ、自分のために記録したいっていうのも大きくありました。で、まあ、それを、まあ、皆さんに配信して、まあ、こういう人間いるんだよってアピールしたいっていう自己満足っていうところもありますけど、まあ、そういう毎日の生活を収めたい、まあ、そういうこともありました。まあ、その中でじゃあ新しい動画投稿ってどういう形で進めるのが一番いいのかなっていうところなんですけれども、異世界体験、まあ旅行ですね。旅行っていうところはやっぱり今どうしてもできない。ただそのまあ旅行っていうのはこう撮った写真とか動画をもとに動画を編集して皆さんにお伝えするんですけど、まあ直近撮った写真動画じゃなくて昔ですね、あのコロナが流行るもっと前に、もう私旅行大好きですので、いろんなところ行っていますが、それを何らかの形で皆さんに共有するっていうこともできるんじゃないかっていう思いに至ったんですね。で、昔はあんまり動画撮ってません。あの写真ばっかりですね。ただこの写真をお見せするだけでも、あの自らの過去の旅行体験って皆さんに共有できますし、おそらく皆さんにもそれ楽しんでいただけるんじゃないかって思ってます。あとはもう旅行に行かなくても、そういう余暇の過ごし方をやらなくてもいいようなライフスタイルっていうのもおそらく定着してくるんじゃないか、まあそういうふうに考えてます。ただですね、やっぱりこの実際に自分で足を運んで経験できる、それって絶対に今後もなくならない重要な価値だと思いますし、それを楽しめるっていう人、楽しめるっていう場面っていうのは今後も残り続けていきますし、そうであってほしいと思います。まあなんでまとめますと、
写真をですね、こうスライドしてってパソコンを写しますんで、まあ、それについて私が語っていく、まあ、そういった動画を撮っていきたいなと、まあ、しばらくはですね、もしかしたらすぐ飽きるかもしれないんですけれども、まあ、しばらくは撮っていきたいな、そういうふうに考えています。あとはですね、あの先ほど申し上げたように、まあ、毎日の生活っていうのをやっぱりみんなに共有したいっていうのもあるんで、まあ、それについてもこうちょいちょいですね、挟んでいく感じで皆さんに共有して、まあ、こういうこと考えてる人間がいるんだって、まあ、ただそれを知ってもらえれば楽しいかなと思います。まあ、一番は私の自己満足なんです。ただこれを撮って編集して、まあ、満足できるんだったらこんなにいいことはないじゃないですか。皆さんに見ていただけるのはなおさらです。というわけでこういう形で進めてまいろうと思います。で、記念すべき第1回目、あ、これシリーズ化目指してます。あの第1回目のテーマはプラハです。皆さんプラハってご存知ですか？プラハっていうのは、プラハ、そう、チェコですね。プラハはチェコの首都です。ヨーロッパでいうところのここですね。なんで東欧、まあ中央と東欧の間ぐらいっていう感じですかね。で、今回このプラハについてお話しするんですが、私がプラハに行ったのは2017年の6月。私25歳だったかな、その頃にプラハに行った、その時の写真を皆さんにお見せしたいと思います。その2017年にプラハに行った時っていうのは、プラハだけじゃなくて、まずはプラハに入ってプラハを楽しんだ後にウィーン、オーストリアのウィーンですね。その後に、ブダペスト、ハンガリーのブダペストにも行って、帰ってきてます。なんで合わせて10日強ぐらい、その3都市を回りました。で、この2017年の旅行っていうのが私にとっては初めてのヨーロッパでした。まあ、厳密には物心つく前、つく前後ぐらいに一度行っているんですが、そうではなくて大人になって、で自分一人で、海外旅行を楽しめるっていう、年頃になって初めて行ったヨーロッパ、それが、プラハでした。で、まあ、結論から申し上げると、プラハすごくいいところでした。初めて行くヨーロッパとしてプラハは本当におすすめできます。我々日本に住む人間が、まあ、なんて言うんでしょう、理想に思うというか、あ、こういうの見に行きたいなって思うところのヨーロッパ、中世ヨーロッパが詰まった街、それがプラハでした。まあ、後から写真をお見せするんですけれども、屋根がどれも赤いんですね、街中の。で、街中どこのスナップを撮っても、どこを切り取っても絵になってしまう。なんでもう本当に衝撃的でしたね。初めてヨーロッパに行って本当に異世界だっていうふうに、思ったんです。まあ、それまで行った旅行って言えば、何でしょう、上海とかソウルとか、あとは台湾とかですね。あ、そういうアジアの街並み、まあ、正直あんまり日本と変わりませんよね、街並み自体は。それに、まあ、ニューヨークとか、あとオーストラリアとかも行ったかな。まあ、そういうところもいわゆる近代的な街づくりで、あんまり東京と変わらないかなっていう印象だったんですけれども、このプラハっていうのは、あ、うわー、すげーなーって、全然違う世界だなって、もうそういうふうに、私を思わせるには十分の街でした。で、このプラハから始まる旅行で、まあ、プラハ、ウィーン、ブダペスト、先ほど申し上げたように3都市回ったんですが、これで完全にヨーロッパにハマってしまった私は、その翌年、2018年、19年と、もう春も夏も、
ヨーロッパ行っています。まあこの18年19年に行ったヨーロッパの街並みっていうのも今後皆さんに共有していこうかなと思っております。で本当はコロナがなければ2020年ももうあのヨーロッパのある街に行く予定っていうのは立ててたんですね。でそれが行けないのが非常に惜しいんですけれども、まあ、今回こうやって皆さんと写真を一緒に見ることによって私も昔自分が行った旅行の追体験ですね、追体験っていうのをできればなと思ってますので、楽しんでいきましょう。ちなみにですよ、これ台本とかないんでもうぶっつけ本番で撮ってるんで、ちょっとこう写真っていうのも昔ので全然覚えてないから、どういった発言が出てくるのかってこう自分自身でもすごい興味があるところです。ではですね、このプラハというところ皆さんにお見せします。そうですね、これが1枚目か。そう、エミレッツで行ったんですよね。これ多分私初めて乗るエミレッツで、おやっと俺エミレッツ乗れるんや、まあそんなに乗ることが嬉しいのかってとこもありますけど、やっと俺乗れるやんって言って、多分飛行機乗る前に、成田で撮った写真ですね。はあ、こういう機内食でした。これは窓から撮った写真ですね。まあ雲々が綺麗でしたと。あ、で、まあ、エミレッツで行くんでドバイ経由なんですよね。でこれは多分その中東のこのなんて言うんでしょう、こう木々のあまりない街並みっていうのも私にとって新しかったんで、まあ、それが嬉しくて撮ったんでしょう。これがドバイの国際空港ですね。ものすごい広いです。ちょっとプラハについて語るって言いながら全くプラハ来ないですね。はい。あ、どうでもいいんですけど、皆さん海外旅行行ってスターバックス買いません？で外国の、まあ、全ての国ではないと思いますけど、外国のスターバックス行くと、あの最後名前を聞かれませんか？ What's your name? って要はそのマグカップじゃないですね、プラスチック紙のカップにそのお客さんの名前を書いて、で最後商品をあの渡す際にはその書かれた名前で、呼んで渡すっていう、まあ、そういった習慣の、スターバックスがある国っていうのも、私が行ってきた中ではいくつかあります。いくつかというかそういったところが多かったですね。で私もなんでそれ聞かれた時には最初素直に答えてたんですよ、自分の名前を。でも全然理解して全然聞き取ってもらえないんですね。でとある時から私ここにありますようにデイビッドとスターバックスで What's your name? って聞かれたら、もう食い気味デイビッドって答えるようになったっていう、まあそれを言いたかっただけなんですけど、なんであの皆さんも何かこうイングリッシュネーム的なものを持って準備してからスターバックス行くと、あのスムーズに注文して、コーヒーを受け取れるかなと思います。そういったアドバイスです。はい。あ、そう、それであのドバイで乗り換えて、でまたエミレーツに乗って、プラハに行くんですけど、まあ、その時乗った飛行機があのエアバスの380っていうこの全部2階建ての飛行機で、この時私初めてこれに乗ってすごく嬉しかったのを覚えてます。あの ANA が3機このエアバス380っていうのを導入して、成田からホノルルまで飛ばしてたんですけど、ちょっと今乗れないのが寂しいですね。あのウミガメの絵が描かれているあの飛行機もそのエアバスの380です。私嬉しかったんでしょうね、すごい撮ってますね。あ、そう、窓がねこういってこうちょっと豪華になってたんですね。これもエミレッツだなって感じでした。そうで、エミレッツやっぱり乗るとこの機内食の案内っていうのもアラビア語、まあこう機内の案内あらゆるところにアラビア語が書いてあって、これも初めてだったんでテンション上がりましたね。うん、そうで当時はですよ、まあ今もそうだと思いますけど、エミレッツがこのエアバス380を
世界で一番多く運用している航空会社だったんです。なんでドバイ空港に行くと、もうそこら中エアバス380だらけで、うわーって、私25歳の私興奮しておりました。これ窓から見える光景なんですけど、このなんて言うんですかね、これ有名な、なんていうんですかね、建造物ですよね。これが見えて嬉しかったのをよく覚えてます。すごいですね、飛行機からの写真が多いですね。まあ、あ、思い出した。そう、これね、エアバス380って全部2階建てで、ものすごい大きい飛行機で、私の記憶では離陸するまでがすごい時間かかるんですよ。まあ重いからだと思うんですけど、なんですけど、こう飛んだ後の安定感っていうのもすごくて、私あの乱気流に飲まれた時のこの上下っていうのがあんまり得意じゃないんですけれども、このエアバス380については全然揺れませんでした。まああくまで記憶なんで本当にそうかっていうのは分かりませんが、私そういう印象を受けました。まあ機内食ですね。機内のその飛行機の案内っていうのもこうちゃんとそれ用になってるんですね。はい。お、そうで飛んでいくとですね、飛んでいくとだんだんヨーロッパの街並みが見えてきて、これも嬉しかったですね。あの本当に緑なんですよ、上から見ると。まあヨーロッパの地域にもよると思いますけど、すっごく綺麗に緑が広がってて、でしかもその緑の色が濃いんですよね。それもうわいいなって思いながら飛んでましたね。はい、到着しました。ほら見てください、ここに、バツラフ・ハベルっていうんですかね、あのチェコの昔の大統領、政治家の名前だと思います。まあそれを名前に持った、プラーグ、まあ、これが英語でプラハって意味ですけども、プラハ空港に到着したというところですね。はい、これはプラハ空港の中です。まあこれといった特徴はないんですけれども、まあ、ここにですね、有名な、これ帰る橋でしたっけ、有名な、ね、写真も書いてあって、まあ、ヨーロッパ下に登ったんですね、はいはい、で空港からはこういうバスに乗って市街地に行きました。エアポートエクスプレスでね、チェコって、まあ、チェコ語なんですけど、まあ、ここにもこう書いてあるじゃないですか。全然わかんないですよ、全然わかんないですし、こう綴りの方法が、まあ、英語とはまた違っててですね、そもそもなんて読むのかすらわからない、こう子音が続くような綴り字もあったりしてですね、結構難しかったですよ。うん、こんにちはがドブリデンだったっていうのは、覚えています。はい、でこれ地下鉄の券ですね、こういう紙でした。はいはい、地下鉄、これはホテルの周りですね。うん、いいですね。そのこの時点でちょっと異国情緒漂うというか、まあ日本とは街並みが違うって言ってもうテンション上がってましたが、あ、こう、そう、これで、これがもう次の日になるんですけれども、まあ、何かって申し上げますと、私、エアバス380に興奮して、ほぼ眠らずに、東京からプラハに来たんです。でも、着いた瞬間、もう疲労困憊でして、もう着いたらまだお昼だったんですけども、現地で速攻寝ましたね。もう14、5時間寝て、これも次の日ですね。なんでこう、最寄り駅から電車に乗って、もうお目当ての観光地に行く、そういうところですね。紹介したような神社とお寺、パーにつけるのはヌテラ、帽子はいつもニューエラ、家具を買うのはイケア、腕の扱いは虫けら、ステーキはミディアムレア、ご覧の通り中身ペラペラだけど今後に期待、チェケラ。